分かる人にしか分からないモノマネと、そのモノマネを見た時のトンネルズの石橋貴明さんが言いそうなこと。栗原はるみさんの作ったミートソースを見て気持ち悪いコメントをする翔平。うわぁ、はるみさん、はるみさん、いや最高ですよこれ、美味しそうだなぁ。いやはるみさんね、このミートソースのとろみと肉の脂、肌に塗りたいくらいです。びっくりしたんだけど、翔平君って今までロケで2回死にそうになったことがあって、そのうちの1回がホットドッグに食べられそうになったの。西武の浅村選手のバッティングのことを聞かれて、大阪のおばちゃんみたいなことしか言わない元日本ハムファイターズピッチャー岩本勤。ああ、浅村ええやんか。なあ、浅村ほんまええよ。オールバックやね、今の時珍しい。最近の若い選手が前からバタバタって、乗れんみたいな感じでやってるやんけ。それが浅村、大阪桐蔭スタイル、昔のたまらんよな。てか、何聞いてたっけ。やっぱりこういう風にガッチャって結構なんかパチャパチャなコメントをするんだけど、かつてはやっぱり日本ハムのエースだなっていうエピソードがあって、それがあの指先の感覚を忘れないためにポテトチップスを箸で食べるの。マンチェスターユナイテッドに香川真司が入団した時、マンチェスターユナイテッドに日本人が入るのはどれだけすごいんですかという質問に対して、松木安太郎節で答える松木安太郎。あーそうですよね、いや本当に素晴らしい科学ですね、まあ、どれくらいすごいかこれぐらい。なんでそうなるかな松木さんって。あーでも松木さんってやっぱ面白いなと思うのは、かつてやっぱりこう J リーグチップスみたいなカードが昔のサッカーの選手いっぱい出てたら川本さんもいたりとかしたんでしょうけど、その時に大体の選手っていうのはシュートを打ったりとかスライディングするかっこいいところがカードになるんだけど、松木さんだけはどの番組でも松木さんがスローインをしてるところがカード。ネプリーグの5リーグで最後の文字を担当するホリケンさんが簡単な問題を間違えてしまい、そのホリケンさんに対してなんでそんな問題間違えるんだよという気持ちを一言で表現する原田泰造さん。あ、そうだろう。キャーン。あ、泰造ってなんかさ、俺すっげえごちそうさんを好きで見てるんだけどさ、あそこに出てくるさ、解明権って俺絶対さ日本橋の解明権をモチーフにしてると思ったらさ、資源だってよ。はい、大丈夫です。個人的な情報だ。新日本プロレス、岡田和親から IWGP の挑戦状を受けてマイクパフォーマンスをするも、句読点が多すぎて滝川クリステルみたいなマイクパフォーマンスになってしまう内藤哲也。おい、岡田、いいか、IWGP、来て、よ、ドームだぞ、と、う、今日、う、東京。内藤君はやっぱりこう、今年、怪我をして、G1 クライマックスでやっと優勝したなっていう内藤君を見てるとちょっと涙が出るんですよね、はい。総理という言葉の勢いが全く止まらない自民党山本一太議員。ちょっと聞いてほしいんですけど、やはりここっていうのはね、大事な局じゃないですか。ですからここでは総理、総理、総理、総理じゃない、総理、総理、総理、いいですか。やはりここは国民の皆様が知りたい情報を知るっていうのがね、伝えるっていうのがやっぱり僕らの義務だと思うんですよ。それですからですね、これはそうしたそうしたそうした。たまに朝までさ、あ、山本一華さん出てるとさ、片山さつきさんに対してたまにイラッとしてる時あるよね。自分のレギュラー番組の報道ステーションで錦織圭選手にインタビューをした際、報道ステーションをおだなりにしてしまう松岡修造。さあ、圭に聞きたいんですが、ビッグフォー誰だったら勝てそうですか。フェデラーが勝てました。ちょっと待って、フォアで攻めて、言いたくないです、見てるかもしれないから言いたくない、はっきり言う、フェデラーは 100% 報道ステーション見てねえ。
これはもう自分のエピソードをちょっと喋らせてもらうんですけど、今年の10月にやっと本人6年間モノマネしてた松岡さんのモノマネをしてるんで、本人にやっと会えたと思って松岡さんにおはようございますって言ったら、松岡さんがですね、さあいいですか、彼が5秒後むちゃくちゃ面白いことしますって2回滑らされました。